冷え冷えい、冷蔵庫マン参上、冷え冷えい。どうもこんにちは、冷蔵庫マンです。今日紹介する作品は、いやー怖かったー、めちゃめちゃ怖かった。この作品試写で見せていただきました。これ10月1日公開、資料館、悪魔のせいなら無罪です。いやーねー、まあ資料館シリーズ、まあ資料館ユニバースなんですけど、まあ、1作目2作目を監督したジェームズ・ワンが制作に回ってるんですけど、いやーもうね、もう今のホラーではこれを超える作品ないんじゃないかな、このユニバースを。もうね、6月に世界ではもう公開されてるんですけど、もう大ヒット、もう大ヒットで満を期して10月1日公開なんですけど、これねめちゃめちゃ怖いけどめちゃめちゃ楽しめるわけよ。もうね、内容はねあんまり言いません。入り口だけで、あの予告編概要欄に貼っときますんで、それ見てください。でネタバレは全くしません、ネタバレ全くしません。見どころポイント3つピックアップして紹介したいと思います。まず1つ目、超ホラーです。もうこの資料館シリーズ、資料館ユニバースはね、もうめちゃめちゃ怖いのよ。で今回もね、もうお約束のもう脅かし、もうガーンなんて、もうあーこ怖いのかなと思ったら、なんか人がガーッと急に入ってきたりね、いろいろ物がガーッと落ちたりするのがあるんだけど、もうお約束はもちろんたくさんあるんだけど、もうお約束以外でもいろんなもう脅かししてくれるわけ、もう怖がらせてくれるわけ。うん、もうね、視覚も聴覚、目と耳でね存分に怖がらせてくれて、存分に楽しませてくれます。いや、やっぱりねこういうホラーものってシリーズって難しいと思うのよ。でもね、なんだろうな、もう全然飽きないね。うわかー、これお約束来ましたかーってのもあるし、うわこういう風に持ってって脅かしてくれんのかーって、もうねその脅かして方がもうベースをきちんとして、繊細に、そして激しくしたり、もうそのじっくりしたりね、たまんないっす。もうとにかく超ホラーがねめちゃめちゃ怖くて楽しい。そして見どころ2つ目です。超ミステリーで超ラブストーリーですね。これ映画の始まりに黒バックにガンと文字が出ます。これは実話ですと。でそのホラーものの実話になると、その怖い現象をまあ再現するというか、どうやって怖く見せるかみたいなのが主になるんですけど、これはまあストーリー的にはその実際にあった、もう1981年にもうアメリカであった19歳の少年がもう22箇所刺して人を殺してしまったんですね。でそれで警察に捕まったんですけど、悪魔が取り付いてるから殺してしまったと。で裁判でもし本当に悪魔が取り付いてたら無罪、もしくは刑が軽くなる、もう題名通りですね、悪魔のせいなら無罪というこの題名通りなんですけど、それを解明するのにウォーレン夫妻、もうこの資料館ユニバースでおなじみの夫妻なんですけど、もう実際にその着手したその事件、その解明といろいろ解明したんですけど、これがねそのホラーの続々もあるんですけど、いやこうなってもしも悪魔が取り付いて、なんで取り付いたか、どうなっていくのかっていうのがどん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 解明されてるわけだから、もう続々来るわけよ。そして超ラブストーリー、これは映画館で見てください。まあ超ラブストーリーっていうか、もう人間と人間のつながり、そして人間と人間の愛の強さというものをね、これほど感じたホラーはないです。だからもう資料館も次の段階に行ってますね。こんなに愛を強く感じさせてくれるって、これがなんかホラーの進化なのかなと思いますね。そして3つ目、ポップなんですよ。
1980年代の実話の物語なんです。その時のヒット曲も使ってそれもうまく入れてるわけで、それを使ってホラーにしたりいろんなもんにしたりするのがね、またうまい、めっちゃポップなわけよ。めっちゃポップなんだけどオーソドックスなホラーもしっかり持ってきてるという、いやこれジェームズ・ワンが制作、今1作目2作目監督して、そしてそれから制作に回ってるんですけど、この制作としてもうどん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 そのベースは変わらず、この世界は変わらずにもう新しく進化していくように心がけてるからじゃないですかね。いやー面白い、これかなり完成度高いです。そして安定のシリーズなんですが、安定を求めず攻撃的挑戦、とにかく進化しよう、進化し前では見れなかったようなものにしようというんで、かなり見応えのある脚本、そして撮り方になってますね。監督は毎回フレッシュな人を使ってるんですけど、それも成功してるんじゃないかと思います。この作品最後には人間の愛、つながりをじわっと感じさせてくれますね。これはね、もういろいろ楽しめます。もうとにかく怖くて楽しいのよ。うん。ホラー映画って、わーかーとか怖いけど楽しいよ。もう楽しみに行くじゃん。何言ってる、もう楽しみに行くじゃない。本当に。それがね、存分に味わえる作品です。公開されましたら、ぜひ映画館で。これからいろんな作品紹介していきます。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは冷蔵庫マンでした。ひえひえ。